こんにちは、風道でございます。今回なんですけども、ちょっと前にね、この KPJ のプレゼント企画なるものを立ち上げさせていただきまして、でその際はね、たくさんのご応募本当にありがとうございました。予想をはるかにね、上回る数のね、応募が来たんで、ちょっとびっくりしましたけどもね、ちょっと嬉しい限りですね。ありがとうございました。でその時にね、この応募フォームのね、一番下のところにこの KPJ のリクエストみたいな欄を設けさせていただいたんですけども、そこね、結構皆様びっしりと書いてくれる方が多くて、改めてね、この氷室京介さんっていうアーティストのね、偉大さを知ることになったわけですけども、そんな中でもね、嬉しかったのが、この動画にたどり着いてね、この動画を見て氷室京介さんをね、結構聞くようになったとかね、あとはこう、今氷室京介さんね、ライブ活動を休止されてね、氷室ックロスなんて世の中では言われてますけどもね、そんな氷室スの方からね、ちょっと前向きになることができましたとかね、これからも続けてくださいっていうすごく嬉しい言葉をいただいてね、いや本当になんかやり始めてよかったなーなんてね、改めて思うことができました。なんかすごくね、自分のこの YouTube の活動にね、のね、モチベーションになるコメントたくさんいただきまして、本当にこちらこそありがとうございますということで、これからもね、時に楽しく面白くね、いろんな氷室くんにとらわれずね、いろんなことを発信していけるチャンネルになればいいなと思ってますので、これからも KPJ よろしくお願いいたしますということで、以前からね、何本かアルバム紹介っていう形でね、動画の方は上げさせていただいてるんですが、そのアルバムからね、1曲2曲ピックしてみたいなね、形でやらせていただいてはいたんですけどもね、そのコメントを見るとね、最近氷室ックを聴き始めたんで、アルバム紹介とかね、曲解説持ってやってくださいっていう方が結構多かったんで、今回から、全部はね、さすがに氷室ックキャリアが長いですからね、全部の曲の解説とかやってるとちょっと大変なんですけど、できる限りやっていこうということで、まずはね、氷室ックのデビューアルバム、この Flowers for a Jan、 こちらの方のね、曲解説なんかも、解説というほど偉そうなことはできませんけども、感想ですかね、風道の感想をね、お伝えして、で曲はね、ちょっと著作権の問題で今回流すことはできませんけども、なるべくね、この一曲一曲の曲の良さとか歌詞のね、良さが伝わるようにトークできればなと思ってますので、もしね、気になる人がいたら、このアルバムをぜひ手にしてね、実際自分の耳で聞いて、目で触れて、肌で感じてもらいたいなと思っております。なんで、じゃあ早速ちょっとやっていこうと思うんですけども、まずね、これフラワーズフォーアルジャンのこの見た目ね、まずボーイ解散して直後ですね、4月4日5日で、東京ドームでボーイは解散っていうかね、そのラストギグスが行われて、でこれが出たのが10月1日、9月1日かな、なんで約半年明けてね、リリースされたっていうことなんですけど、これはそこを狙ってるのか、あえてボーイのね、この影を残さず、かなりシンプルな形で出してきましたよね。結構こうビシッとこういう感じでジャケットもこだわるのかなと思いきやね、もう全然普通にシンプルな感じで、シンプルイズベストな感じで出てきてね、アルバムのジャケットを見る限り、そのボーイの面影は全然ない感じですね。ちょっと早速開けてきますよ。なるほど、中のね、円盤もね、もうすごくシンプル、これがいいですね。今の時代が悪いとは言わないですけど、今結構ね、コテコテいろいろデザインするじゃないですか。なんですけどね、このね、 CD 今じゃ見れないですね。この真ん中だけこれ透明になってるっていうね、今も全面こういう塗られてるのが多いですけど、真ん中がこう透けてるっていう、いや懐かしいね、これね、コンパクトディスクデジタルオーディオっていうねこのディスクマークがでかくね、主張されてるっていうのもね、この時代ならではなんでしょうけど、いいですね。このフラワーズ・フォー・アルジャンの前のアルバム紹介でもね、ちょっと触れましたけど、小説のね、ダニエルなんとかさん忘れちゃいましたのね、小説からインスパイアされたっていうことで、これさ、31年前のアルバムですよね。31年経ってなおね、語り継がれるこう名盤の
一つなわけですけども、これが貸しカードになってますね。貸しカードもね、ヒムロックもう今禁煙したって言ってましたけど、もうあれからだいぶ経ちますけどね、今も吸ってないんでしょうかね。これちょっとやっぱ貸しカードでね、時代を感じるというかちょっとチープですけどね、うん、これがまたいいっていう。で大体さ、こう見るとこの辺ね、関わった人たちのネームが刻まれてるんですけどね、この辺いつも俺目通しちゃうんですよね、うん、ドラム周一ポンタ村上さん、ベース兼吉田さん、キーボードアキラ西平さん、ギターチャーリーセクスタン、淳下山さん、吉行佐橋さん、あ、佐橋さんとこの頃からいるんだね、なるほどね。スペシャルファンクス、この辺みんな見ちゃいませんね。でここに書いてあるんですけど、このね、ちょっと余談なんですけど、レオミュージックってあるんですけど、俺の知り合いの知り合いの人はね、そのレオミュージックの社長さんだから、なんかそのお偉い方とね、なんかつながってるらしくて、なんかその友人づてにね、なんかいろんなヒムロックの話を聞いたりしたことがありますけどね、うん、まだつながりあるんでしょうかね。そう、じゃあ早速ね、この中の曲の方ね、の私の感想なんかをね、ちょっと解説できたらいいなと思います。まずね、この1曲目のエンジェルね、これさ、自他ともにこの約30年後ね、これをリリースした1988年だから、まあ28年か、うん、後にさ、東京ドームでまたねこれを歌ってるなんてね、想像できたでしょうかっていうのはね、多分本人も思ってたと思うんですけどね。そう考えるとやっぱすごい長い歴史ですよね。生まれた子供がもうみそじを迎えるぐらいね、長い年月歌われてきたわけじゃないですか。でヒモロックはね、確かこの曲とシャッフルかなんかをね、そのチャーリーにぜひ昔からの憧れだったんでつってね、セッションしてくださいってデモテープを送ったら、いいよつって言ってくれてね、無事にセッションが行われたっていうね。まあそこからまあヒムロックの歴史が本当に生まれてきたなっていうところでね、うん、いいですね。こうチープな夢ならばいくつか手に入れたけど、眠れぬ魂が何かを求めてるはずなんですよ、ヒムロックもまだね。なんできっとこれからもこの曲をね携えて、うん、これからも歌い続けてもらえるんじゃないかなと我々は期待してやまないわけですけどもね、はい、そんな看板な一曲になってます。で次の曲はロキシーなんですけども、この曲はどっからかな、どっからかのツアーでね、からね、本田武史さんのアレンジで雰囲気がねガラッと変わった形で、ステージに使われるようになっていきましたけど、俺は結構この原版のね、オリジナルのロキシーも結構好きでね、この跳ねた感じがねすごく強調されてて、それにねヒムロックの独特のね声がマッチングしててね、今のも結構ね好きでこっちのバージョン聞くんですけど、まあフリーダムくすんだ車でしけた夜をぶっ放すってね、俺最近中古車買ったんですけども、まあそんなくすんだ車でね、いつもしけた夜をぶっ飛ばしていますってなわけでね、時にねライブ配信なんかでもね狂ったふりしてシャレたペアを演じたりしてますけどもね、皆様いつもその説はお世話になっておりますということで、これからもよろしくお願いします。で次の曲はラブ&ゲームですね。この曲もとうとう最後のラストギウスまで歌い継がれる名曲になりましたね。で最後はね、ギターのサポートギターのね YT さんのアレンジでガラッとまたね、雰囲気が変わりましたけど、どうでしょうね、賛否両論結構ありますけど、あれもあれですごいかっこいい曲なんですけどね、うん、皆さん最後カモンカモンカモンウォーってやりたかったんじゃないですかね。まあ、俺もどっちかっていうとそっち派でね、このオリジナルのラブ&ゲームが好きですね。でこれもともとね、キョンキョンかなんかに曲提供したやつのセルフカバーだったんでしたっけね、3001年だか2001年だか忘れましたけど、のスターシップっていうね曲で、うん、結構ヒムロックらしいというかね、うん、ファーストアルバムの中では一番このボーイ色が強いっていうか、うん、ボーイから流れてきたような曲調でもあってね、うん、結構
好きですね。でこれ歌詞の中でね、光と影の狭間でってあるんですけど、結構ヒムロック光と影とか言うの好きですね。光と影のランデムとかね、光と影の狭間で、なぜ光は闇を生むのだろうとかね。これちょっと余談なんですけども、これ1988年じゃないですか。同じ頃にね、映画でスイートホームっていうのがあってね、でそこで伊丹十三さんも亡くなっちゃいましたけどね、伊丹十三監督がね、扮する名前がね、山村さんって言ったかなっていうね人が映画の中に出てくるんですけどね、でその人がね有名台詞があるんですよ、お前何してるって言ってね、これちょっと光を持っていくんですよ、やめないか、何するんですか、光を当てれば闇が、じゃあやめときましょう。というわけでね、もうなぜ光は闇を生むのだろう、それが答えのようにね、苦しみの深さが愛を測ろうとする。はい、で次の曲は Dear Algernon ですね。この曲はいつだったかのツアーでね、あのヒムロックが自分でね、自身でギターを弾きながら歌ったっていうのがね、すごくそういう縁がね印象的で、今でもすごく好きな曲なんですけども、ひび割れたアスファルトの上にいらだちを吐き捨てるって、まあ、俺もね若い頃はね、やり場のない怒りみたいなのが常にあってね、もう朝目が覚めた時とね、もう寝てる時もね常にイライラしててね、もうしょっちゅうねいらだちを吐き捨ててましたよ。というわけでね、このやり場のない怒りみたいのをね歌い上げてるこのヒムロックの Dear Algernon がねすごく好きで、グレイの拓郎さんかなんかもね、この曲にものすごくねインスパイアされてるって言ってたんでね、ぜひまたこのヒムロックが弾きながらね、歌う姿が見たいなと思います。名曲ですね、 Dear Algernon 大好きです。で次の曲はね Sex and Crush and Rock and Roll ってね、この曲のタイトルを聞いてね、まずパッと思い浮かぶのはね、ツアーワンナイトスタンドの横浜スタジアムでのねヒムロックっすね。もう曲はどうこう、歌詞がどうこういうよりもね、すごく衝撃的だったのはね、その曲の前にね、好きかいっていうね、そのヒムロックのね名台詞があってね、後半あんまりやんなくなっちゃったけど、ラストギグスではやったかな、なんで最後聴けてよかったなっていうね感じですけど、結構歌い方がね、自分でアレンジしていつからか歌うようになりましたけどね、かっこいい曲ですね。でその次6曲目アルソンになりますね。もうこの曲はね、俺中学生ぐらいの時から初めて聴いて衝撃を受けたっていう話はね、なんかの動画でも言ったと思うんですけどもね、まだ車とか乗ってる人はすごく大人なねイメージで思ってるね、その中学生ぐらいで、その時ね、車のエンジン止めるよ、オブジェのような影になろうってさ、もうここにね、もう男大人ヒムロックをすごく感じましたね。今聴いてもすごく色気のある曲ですよね、これってさ、離れてると1秒がまるで永遠のようだったよ、かっこいいね。夢見た心を、震えた体を、その全てを今俺にくれないか、壊れた昨日は思い出にできる、お前だけを守っていたいのさこんなキザなセリフをね言ってみたいわ、大好きです。俺だいたいツーリングが好きでね、いい季節になるとツーリングにバーンとバイクで行ったりするんですけど、だいたいねムーンとかねアリソンとかね、この辺のしっとりとした曲をね聴きながらね、海辺のシーサイドバーッと走るとね、結構ねいいっすよ。ぜひバイクでツーリングされてる方もいると思うんで、そういう方見てたらぜひ試してもらいたいなと思うんですけどね、ツーリング先でヒムロックってほんと最高なんで、よろしくお願いします。で7曲目シャドーボクサーですね。この曲も俺未だに大好きでね、車の中でかなりねハードロリピートしてね聴いてるんですけども、2005年6年のクロスオーバーかなかなんかでね、幕張でやったカウントダウンでね、久しぶりにこの曲演奏した時はさ、もう客席のどよめきはすごかったですけどもね、ヒムロックのアクションもかっこよかったですけどね、なんでもうこれね本当俺好きでね、テンポ感もねすごく良くて大好きな曲なんですけど、
ゴングは聞こえない、ゴールさえ見えてない、求める何かのためにその声振り絞れってさ、かっこいいね。この曲歌詞もヒムロックが手掛けてますけどね、ヒムロックと五郎松井さんのね共作ですけど、ヒムロックらしいねエッセンスがすごくふんだんに入ってて、かっこいい曲ですね。はい、で次の曲は Taste of Money ですね。まあ、この曲はね、巷にはチャラバージョンなんていうね、いろんなバージョンのものが存在してね、まあ、自分もなんかで聞いたことがあったような気がしましたけどもね、まあ、ライブにおいてはね、一番盛り上がる重要なところに置かれるねレギュラー曲っていうことで、まあ、自分もコンサートに行った時はこの曲のイントロが流れるとさ、うわ来たっていう感じでね、もうストレス発散じゃないけど、もうすごく飛び跳ねてた記憶がすごく残ってますね。でも俺余談なんですけども、こう流れ作業の仕事をしてるわけですよ。でそこで上司がね、もうおしゃべりしないでアクセクやりなよって、たまに注意されるんですけどもね、そんなあんたもさ長いものにうまく巻かれてんだねって、ありがたい話ですねってね、心言わないですよ、心の中で思ったりするんですけどもね、まあだんだん頭にきますね本当にね。ってなわけでもうね、ストレス発散にはねもってこいのね、テイストマネーね、またぜひねライブで聴きたいなと思ってます。で次の曲はストレンジャーですね。まあこの曲俺すごく大好きでね、すごくヒムロックらしいなっていうのが前面に出てて、でとあるツアーでね俺が行った時にさ、 MC でこうもう皆様ご存知だと思うんですけども、今までバンド時代はね夢を見てる奴らに送るぜっつってドリーミンっていう曲を歌ってきたんだけど、ある時にそのファンレターが一通届きましたと。でそれを見るとね、私なんか夢も見れないしっていうことがつらつら書いてあって、それを見た時にすごくグサッと刺さるものがあったと。夢を見てるやつらに送るぜって今まで歌ってきたけども、この世の中でね今夢を見れないやつらなんかたくさんいると、でそういうやつらのために一曲作りたいなと思って作った歌がありますって、ストレンジャーっていうね曲が生まれてきたっていうね話を聞いて、ますますねこの曲の深さに気づくことができてね、俺本当にこの曲も大好きなんですよね。まあ、この年になってもね、16歳17歳ぐらいの時のさ、やり場のない怒り、自分を認めてもらいたいけど全然認めてもらえないみたいなさ、居場所がないみたいなね、ああいう気持ちをねまた聞くたびにね思い出させていただいてね、まだまだ頑張んなきゃなってね逆に思えるような曲でございます。お前には見えるのか、コンクリートに抱かれて傷だらけの明日がさ。はい、続きましてはプッシーキャラットですね。この曲もねアルバムには収録されたけど、あまりライブでね一回もやんなかったですかね、で終わっちゃいましたね。ラスギグとかで結構こうアルバムには入って世には出てきたけどね、演奏されずにいた曲なんかもねたくさん聴きたかったななんて思いましたけども、もしね次なんかでライブの機会がありましたら、こういうね今までやんなかった曲なんかも聴きたいななんて思いますね。結構俺これ好きな曲なんですよ。ポップな感じでね、でクレジットもね Words and Music が京介氷室っつってね団体でやっててね、すごく聴きやすくてね、好きな曲でございます。ジャングルに俺の熱い指でタッチ。はい、というわけでアルバムラストを締めるのは一人ファシズムということで、これ最初ねクレジット見た時はすごくびっくりしたんですけども、作詞が泉谷茂さんでね、作曲がヒムロックということで、この肌色の違うアーティストの異色のコラボっていうことでね、まあ度肝を抜かれましたけども、ヒムロックはね後半マイケミとコラボしたりとかね、コラボレーションするようになりましたけど、グレーもしっかりですけどね、そんな中でも一番こう肌色の違う感じの人でね、びっくりしましたね。歌詞の内容はねすごく難しくて、ヒムロックもねなんかのインタビューでちょっと触れてましたけど、芸術的に難しい曲だって言ってましたよね。青い闇と光を愛の不毛という死後、夢の塊だけを抱きしめたままさ、今夜こそ悪びれずに誰も入れない一人ファシズムを、
まあすごい難しい曲ですけど、まあアルバムのラストを締めるにね、当たっては壮大なね、本当にファシズム的な曲でかっこよく締められてるんじゃないかなと思います。てなわけでね、まあざっくりとではありましたが、まあ音楽をねちょっと流せないんで、あまり説得力には欠けると思いますが、ぜひ気になる方ねいたら、このアルバムぜひ手に取ってね、一回自分の耳で聞いてみてはいかがかななんて思っております。また需要があればね、次のネオファッションハイヤーセルフとかね、まあいろいろ紹介して感想なんか感想動画を作れたらいいななんて思っておりますけども、まあ31年経ってなおねこう聴けるアーティストって本当に少ないんじゃないですか。本当に俺はヒムロックだけだと思ってるんで、これからもね、まあ、40年経とうが50年経とうがね、ヒムロックの歌とともに俺は生活をしていこうかなと思っておりますということで、まあ長丁場本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。風道でした。ありがとうございました。